どうもです、福もやよ10月24日今日はサニもついとるな。サニも言うのは土木建築には向かへん行けよ。せやけど一粒万倍日ついとるな。一粒の種が魚さんに増える、えもも哀れいもも両方な魚さんに増える境に余裕気つけてな。ほんで今日は走行や、秋が一段と深まって朝霜が見られる頃、だんだんな寒くなってくる境、風邪ひかんように気ぃつけて。六曜は仏滅、新しく始めるんは今日、気境なしの法事なんかはきちとも言われとる。十間は木の上、樹木を表す陽の木、木の芽がまだ土から顔を出さへん状態を示しとる。十二支は馬、陽の日、成長が止まり実をつけ始める状態を示しとる。ほんで、この十巻と十二支からお湯五行を読むと、木生火、火は燃えて火を生むいうことで、創生、物事が順調に進むいうけや、仏滅で創生、まあでも一粒万倍日ついとって、まあ、仏滅いうのはいたものを終わらせるいう意味ある境に、いた終わらせたもんが、うまいこと言って、業産に増えてったら、ねえ、まあこれらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。